皆さんハモカ、夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城モカです。今日は5月3日、誕生花はクレマチスです。クレマチスには精神の美、旅人の喜び、策略といった花言葉があります。花言葉の精神の美は、折れにくく大きなお花を咲かせるため。旅人の喜びは、宿の玄関に植えられ飾られることが多かったため。策略は毒性があり、早く木から出る液体が服に付くとかぶれるため、物乞いがわざとクレマチスの毒素で火をかぶれさせ同情を誘ったというエピソードが由来だと言われています。クレマチスは可愛くて豪華なお花の見た目だけでなく、種類や品種も多く、つる性の植物の中でも人気の高いお花です。また比較的育てやすくもあります。皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えください。それでは花城モカでした。今日も素敵な一日をお過ごしくださいね。いってらっしゃい。